西暦2065年地下都市ニューロル、南緯20度5分、東経68度11分に位置する。バイフロスグループが建設した地下60メートルの空間には光は一切届かない。地上で猛威を振るうギガリウイルスから逃れるように人々は地下でひっそりと暮らしている。この地下都市は寺院と呼ばれるコンピュータが全てを制御している。バイフロスグループは人口増加を防ぐことを口実に、優秀な遺伝子サンプルを手に入れるため完全なる人口統制を行っていた。バイフロスグループに立ち向かう唯一のレジスタンスの集団がいた。その名はデルソル。太陽を意味するこの名前には地上への希望が託されている。誰だ？レナ！マサオ！貴様がマサオか。バイフロス、目を覚ませ！目を覚ますのはお前たちの方だ。荒れ果てた地上から人類を救ったのは誰だ？私じゃないか。お前たちが反抗している私の計画は、すべて人類という種を残すためなんだ。お前たちは何も分かっちゃいない。 DNA なんてただの化学式よ。そこには人間らしい感情も何もないじゃない。バカなことを。キリークの存在を知ってから私は人類にとって究極の幸せとは何かを悟ったのだ。私はキリークの思想を継ぐために寺院を作った。優秀な遺伝子が未来に残れば人類は永遠の存在となれるのだ。そんな存在なんて嫌よ。レナ！お父さん、お父さん。レナ、怪我はないか？優秀な遺伝子を残さねば。お父さん！レイラ。私は。お父さん！遺伝子よりも。お前が。バイフロス。なぜ護衛ロボットがバイフロス？とにかくここは危険だ。レイラ、行くぞ。はっきり言ってあと1週間の命だ。1週間だって？昨日まではあんなに元気だったのに。ギガリウイルスは発症すれば瞬く間に命を奪っていく。何か助かる方法はないのか？ドクター、黙ってないで何が打つではないか教えてくれ。前に一度だけ聞いたことがある。一度だけ聞いた？それはレイラを助ける方法か？ある花の花粉、確かラフレスだ。ラフレス花粉？ラフレスの花粉の中にある成分がギガリウイルスを死滅させるとある学者から聞いた。どこに？そのラフレスという花はどこにあるんだ？ニューロルはすでに絶滅している。それじゃあ立ち入り禁止区域のサタビサにあると噂で聞いたことがある。サタビサ、地上への唯一の道と言われている。レイラ、マサオ、サタビサに行くのはあまりにも危険だ。俺は
俺はレイラを助ける。待っていろよ、必ずラフレスを持って戻ってくる。レイラ、それまで待っていてくれ。サタリサか、もう随分変わっているはずだ。情報をもっと集めなければ。そうだ、ジムだ。彼に相談すれば何か情報を得られるはずだ。きっと彼のことだ。まだあそこにいるはずだ。言い忘れたが、レーザーガンも改造しておいたぞ。出力を少しアップさせて連続発射できるようにしておいた。気をつけていけよ。マサオ、どうやら花が役に立ったようだな。顔に書いてあるよ。今度は何の用だ？サタビサでサンダースと会った。サンダースはまだサタビサの中にいる。状況が悪くなったようだ。なぜそれを？あの時カルロスが捕らわれたことをお前に言っても無駄だと思ったからな。ジム、よし、俺も行くぞ。行ってくれるか。ああ。おい、こいつは何なんだ？バイフロスの研究所跡で手に入れたんだが。こりゃすげえ。こいつはガリニウムアモルファスじゃないか。お前のザックスをパワーアップさせることができるぞ。二人とも無事だったか。サンダースのプロテクターアーマーを見てくれ。派手にやられたな。奴らも本気になってきたようだ。うじゃうじゃいるぜ。警戒態勢が強化されたからな。ここから先は慎重に作戦を立てねばなるまい。とにかく修理を先にしよう。しばらく休んでいてくれ。分かった。サンダースと一緒に俺の家で連絡を待っている。マサオ、よく戻ってくれたな。俺だって信じたくはないが。マサオ、気持ちは分かるが、今はカルロス救出のことだけを考えろ。分かってる。ジムとタワーへの侵入経路を相談していたんだが、地下水路からの侵入は難しくなった。今のままの装備ではタワーに至って生きて帰ってくることはできない。今の SJ107R ではいくら改造しても限界がある。じゃあどうすればいいんだ。俺たちに勝ち目はないっていうのか。いや、そんなことはない。バイフロスの武器庫にある最新のプロテクトアーマー SX911 を手に入れるしかないだろう。 SX911？ そうだ、そのアーマーさえあればなんとかなる。じゃあとっとと行こうぜ。武器庫の場所も分かっている。ただし同時に2カ所の入り口から入らないと武器庫に行けない仕組みになっている。情報は以上だ。2人とも無事に帰ってこいよ。何か見つけてきたな。 PDCS か。新しい回路が付け加えられているな。こいつをつければ今よりも防御力が上がるはずだ。今取り付けるからな。マサオか。おお、これが SX911 か。ああ、ちょっと見せてくれ。基本操作は SJ107 と同じようだな。ジム、 EDCS も最新のものだし、チャージ量も桁外れだ。ジム、お、シールドバリアまで装備してやがる。ジム、なんだ。サンダースが、サンダースが武器庫でやられた。なんだと。サンダースの死は無駄にはしない。一人でタワーに行くつもりか。カルロスはまだタワーの中か。3階のはずだ。まだ生きていればいいな。わかった。待て、レイラからタワーに侵入するためのパスワードを聞いている。レイラ、タワーに侵入したらすぐにドアをロックして回線を切ること。そうしないとどこからアクセスしているかすぐに相手に分かってしまう。カルロスを救出したらすぐに通信を入れてくれ。おいおい、何を持ってるんだ。それはビームリフレクト塗料じゃないか。これでレーザーから受けるダメージが半減する。ジム、レイラ、バイフロスのところへ行ってしまった。バイフロス、親父のところか。
連れ戻しに行く。バイフロス本社はタワーなんか問題にならないくらい警戒が厳しいぞ。もう誰も失いたくないんだ。カルロスはドクターのところで安静にしている。心配するな。分かった大丈夫か。戦い続きだったからな。平気だ。ちょっとむせただけだ。これくらいの戦いは慣れてるぞ。分かった。後のことは任せろ。バイフロスは？バイフロスは自分の護衛ロボットにやられた。するとジーンが暴走したのか。全てのシステムが狂い始めたな。いつもお父さんはジーンと話していたわ。まるでジーンは人間を超えた存在みたいだった。ジーンは自分を守ることが人類の幸せを守ることだと勘違いしたんだ。バイフロスはキリークの思想を取り入れたとか言っていた。キリークか。永遠の命の象徴。しかし命に限りがあるからこそ精一杯生きようとする。それこそが本来の姿だと思わないか。機械では人間の痛みや悲しみ、喜びを理解することはできない。ジーン、ジーンのプログラムを変更できる可能性はある。無理だ。もう誰も手をつけられないだろう。破壊するしか手はない。どうやってジーンのところへ行くんだ。4階までの専用エレベーターだけがジーンへたどり着く道だ。分かった、そこに行けばいいんだ。すでに我々の行動はジーンにお見通しだろう。きつい戦いになるぞ。生きて、必ず生きて帰ってきてね。いいものを見つけてきたじゃないか。こいつはレーザーエネルギーの高速チャージユニットだ。わしも設計したことがあったが、材料がなくて作れなかったんだ。よし、今取り付けてやるからな。ちょっと見せてくれ。これは PDCS のようだが、こんな回路見たことないぞ。試作品のようだが、取り付けてみるか。うん、問題はなさそうだ。農業革命、産業革命によって地球上の人口は未曾有に増加するとともに、地球環境の悪化という最悪の事態を生んでいた。キリークはある時は神として、またある時は文明を伝える異星人として人々に働きかけていたが、人間たちはキリークの理想とする生命体とは異なる成長を続けた。私は昔から懸念していた。人類はいつの日か滅びるのではないかと。そしてその悪い予感はギガリーウイルスによって現実の問題となった。私はニューロルに人類を移住させることによって危機を救った。諸君は永遠の命を手に入れたのだ。完全で美しい DNA こそ人間のすべてなのだ。アフリカ・ルワンダで発見されたウイルスをバイフロスグループのドクター・キムがサウスベースで実験を重ね、毒性と感染力を強化した。 RNA 遺伝子で構成されるウイルスで空気感染する。人間の体内に入ると短時間で増殖し、赤血球を食い尽くす。紫外線の届かないエリアでは感染しないが、発症した場合、紫外線のあるなしに関わらず、病状は進行していく。特効薬は、バイフロスグループが開発中であり、その全容は重要機密となっている。よし、ラフレスはどこだ。私たちから地上に出ます。地上か。データによるとそろそろあるはずだ。前方未確認生命体の反応あり。どこだ、ラフレスか。レイラ、間に合ってくれ。すぐに戻る。ラフレスを持ってきました。そうか。よし、わかった。なんとか間に合えばいいが。
レイラ。レイラ、具合は？マサオ、だいぶ楽になったわ。誰かいるの？大丈夫だ。昔の仲間はサンダースだ。また一緒に戦うことになった。サンダース、どうした？マサオ、これは何かの冗談か？それとも俺を陥れるための罠か？何を言ってるんだ？何が冗談なんだ？まさかお前、この女を助けるために命を張ったんじゃないだろうな。レイラをギガリウイルスから助けるためだ。それに何か問題があるのか？本当にこの女のことを知らないのか？マサオ、どういうことだ？この女はバイフロスの娘だぞ。何を言ってるんだサンダース。お前どうかしてるぞ。俺がふざけているかどうか彼女の口から聞いてみな。レイラ、サンダースの言ってることは嘘だろ。レイラ、答えてくれ。お前、本当に知らなかったようだな。俺はジムのところに戻ってみせる。レイラ、待てよ。あなたを騙してたわけじゃないの。レイラ、本当よ、信じて。しかし、俺たちはずっとバイフロスと戦ってきたんだ。父は妄想に取り憑かれてるのよ。きっと目を覚ましてくれるわ。俺は何があってもレイラ、お前を愛してる。もう行かねば。ここにいてくれ。必ず戻る。レイラ、どこだ？これは。マサオ、これだけは信じて。あなたを騙していたわけじゃない。何度も本当のことを話そうと。でも、あなたを失いたくなかった。幸せな日々を壊したくなかった。父は優れた DNA 情報を未来に残すことが人類の幸せと信じている。でも遺伝子だけが全てじゃないはずよ。命の尊さを DNA に置き換えるなんて。私、父を説得しに行きます。大丈夫、きっと帰ってくるから心配しないで。マサオ、ごめんなさい。誰だよ、余計なことしやがったら。その声はサンダース。お前はマサオか。今までどこに雲隠れしていた。いきなりいなくなりやがって。すまなかった。サンダース、お前はここで何をしてる。カルロスがバイフロスに囚われた。バイフロス。奴らはデルソルの情報を聞き出そうとしているんだ。どこに囚われてる。タワーだ。ここでお前に会えるとは。さあ行くぞ。待ってくれ。なんだ、早くしないとカルロスが危険だ。いけないんだ。すまん。なんだって。まあ俺にも作戦がある。なんとかなるさ。じゃあな。
せ人間は限りある命を選ぶのだ。 DNA として生きれば永遠の存在となれるのだ。機械に人間の心が分かってたまるか。お前には思い出に浸る感情があるのか。お前に何が分かる。私を破壊すれば生存は不可能になる。マサオ、やったぞ。ジンの内部データからギガリンネスの対処法を入手した。これで奴らを絶滅させることができるぞ。ジン、切り札は出尽くしたな。覚悟しろ。私の存在は絶対に愛の名前キリーク。キリークよ、確かに人類は間違っているかもしれない。しかし全ては私から来ない。私で終わらない。絶対なのはお前だけじゃないはず。また邪魔しに来たのか。敵が強すぎて弱音を吐いてるって聞いたからな。相変わらずだな。怪我は大丈夫だ。思ったよりも苦戦したようだ。ジムのところに一旦戻ってアーマーを修理した方がいい。ああ、その方が良さそうだ。この先が出口になっている。こっちだ。SX911 か。何が不満なのだ。自らの存在の証である遺伝情報が永遠に残るのではないか。残るのではないか。それこそ命ではないか。ではないか。大丈夫か、マサオ、聞こえるか。どうやら新たに追加されたプログラムがあるようだ。ジーン自体が書き加えたものらしい。これ以上の解析は不可能だ。やはり寺院を破壊するしかないようだ。誰かと思えばこの野郎生きてやがったか。あんたこそ。ジム、サタミさんは今どうなってる。情報が欲しい。そうか、戻る決心がついたんだな。いや、そうじゃないんだ。そうじゃないってどういうことだ。デルソルでまた戦うんじゃないのか。まだ引きずっているんだな。あれはミッション中の事故だ。忘れろ。サタビサの状況を知りたいのなら情報センターに行くといい。これが地図だ。最近の1ヶ月くらい前のだ。多分ほとんど状況は変わっていないはずだ。侵入経路はどこだ。1階の入り口からは今は入れない。2階を破壊して侵入するしかないだ。わしが偽造した ID カードだ。バイフロス側のライブラリー情報は
代このカードが引き出せる。だからサタビサ地区の情報は重要機密だから、このカードでは無理だ。センター内で最新のマスター ID カードを手に入れればなんとかなるはずだ。もちろん簡単にはいかないぞ。すまない、今まで連絡もしない。はい、って気にするな。そんなことよりお前のプロテクトアーマーはあれ以来埃をかぶったままだろ。ああ、あいつのザックスは弾の送り出しに問題があったな。部品の調達には時間が必要だ。今は我慢するしかない。わかった。マサオ。なんだ。いや、こうして話していると昔に戻ったみたいだな。ジム、無事だったか。偽造 ID カードは役に立ったようだな。ザックスの修理は間もなくできるぞ。サタビサのデータは手に入れたが、これをどうすれば見ることができる。データさえ手に入れればこっちのもんだ。解析はわしに任せておけ。なあ、そろそろサタビサに行く目的を教えてくれてもいいんじゃないか。ラフレスの花が必要なんだ。ラフレスの花をどうしようというのだ。大切な人をウイルスから救うためだ。苦しんでいる人は他にもたくさんいるんだぞ。分かってる。だけど、まあいい。さあ、データはこれでオープンできるようになった。サタビサはどこに行っても厳重な警戒態勢が敷かれている。気をつけることだ。地下水路の入り口まで送ろう。ラフレスを手に入れたらそこまで戻ってこい。ピックアップしてやる。言い忘れたが、レーザーガンも改造しておいたぞ。出力を少しアップさせて連続発射できるようにしておいた。気をつけていけよ。Thank you.